お花紙を使って壁面に掲示できる花束を作りましょう。お花に使う色は同系色を選ぶとまとまりのある花束になります。それに白やクリーム色を加えて作ります。葉っぱは緑や青緑を使います。今回は緑が品切れだったので緑の代わりに若草色を使っています。花をたくさん作るので屏風折りには手作りの型紙を使いました。大きい花はお花紙2枚重ねて屏風折りにします。型紙から抜いたら半分に折ってクリップで留めておきます。中くらいの花はお花紙を半分に折って屏風折りにします。あとは大きい花と同じです。小さい花はお花紙を半分に切って同じ色を2枚ずつ重ねておきます。そして十二折りの型紙、手前半分だけを使って六つ折りの屏風折りにします。端をクリップで留めたら半分に切ります。それぞれ半分に折って端をクリップで留めておきます。クリップは折り目が全部山折りになっている方に留めています。後でワイヤーで結びやすいように輪になっている方を三角に切り落としておきます。葉っぱを作るには輪になっている方から大きく三角に切り落としておきます。真ん中を縛るにはラッピングタイか園芸用のビニタイを使います。 7-8センチの長さに切り半分に折っておきます。これをお花紙の三角に切ったところに引っ掛けぎゅっと引っ張ってねじります。針金の先が危ないので曲げておくといいでしょう。一度横に引っ張ってから折り山を潰すように開いていきます。それからふわふわになるよう2枚重ねのところを開いていきます。これはお花紙のポインセチアの作り方と同じです。花を作るときには先の切り方だけを変えて全く同じように作っていきます。花の先は丸く切ります。花びらの先を細かく切ったものも作っておきましょう。こちらは花びらの先を丸く切らず切り込みだけを深く入れたものです。真ん中をワイヤーで結んで開いてみましょう。深く細かい切れ込みを入れたものは綿毛のようになります。花びらの先に切り込みを入れたものは先がギザギザになります。切り方を変えると左は花びらが6枚、右は12枚になっています。花の大きさや色、切り方を変えたものをたくさん用意しておきます。いくつか組み合わせて一つの花にします。真ん中に液体のりをつけ重ねていきます。3色で一つの花ができました。これを大きい花と組み合わせてみましょう。2つ貼り合わせたところの真ん中にこの花をつければボリュームのある大きな花の出来上がりです。短めに切った花を中心にして作ってみましょう。真ん中に短く切った花を貼り付けます。一番外側には緑色の葉っぱをつけてみました。切りくずのお花紙は手のひらに糊をつけてボール状にしておきます。こうするとゴミが出ないし後で工作の材料として使えます。糊が手につくと痒くなるという方はお控えください。真ん中が開いてどうしてもワイヤーが見える場合にもこのお花紙ボールを貼るといいです。お花の用意ができたら間を埋める葉っぱも作っておきましょう。緑色のお花紙を4分の1に切ります。それを重ねて斜めに折り、もう一度細く斜めに折ります。折り癖がついたら1枚ずつ葉っぱの形にまとめていきます。向こうから手前に、次に
手前から向こうに包むようにしてくるっと一回ねじたら、ねじった部分を向こう側に倒して人差し指で押さえ、親指の爪の上に当たる部分に糊をつけ、折り返して葉っぱの形に整えます。これをたくさん作っておきます。これは花束を包んでいたラッピングペーパーを取っておいたものです。その上に台紙にする黄緑の画用紙を置き、下の部分を三角に切ります。切った部分を上に持ってきて貼り合わせたら丸く切っておきます。持ち手になる部分を折り返してホッチキスで留めたら、台紙を包むようにして輪ゴムで留めます。矢印の部分をホッチキスで留めて、ラッピングペーパーに台紙を固定します。ラッピングペーパーを折り返して固定するには木工用ボンドを使います。ボンドが乾くまで洗濯バサミなどで固定しておきましょう。まず大きな花を置く位置を決めます。その間を埋めるように小さな花を置いていきます。位置が決まったら花を貼ります。葉っぱの付け根に糊をつけて、さらにその間を埋めるように貼っていきます。最後にリボンをかけて完成です。糊が乾いたら壁面に飾りましょう。青系統でまとめると涼しい感じの落ち着いた花束になります。はじめに作った時はラッピングペーパーに直接花を貼っていきました。染み込んだボンドが床を汚さないようにナイロンを敷いたり、たっぷりとボンドをつけても花がなかなかくっつかなかったりと大変でした。また完全に乾いて動かせるようになるまで一晩待たなければなりませんでした。その分仕上がりは花と花の間から少し見えるラッピングペーパーがとてもいい効果を出してくれました。作業できる場所があるならこの方法を使ってもいいと思います。2枚のお花紙を広げて組み合わせるという簡単な作業ですが、たくさん作るとこんな素敵な花束になります。季節ごとに色の組み合わせを変えて素敵な花束を作ってみてください。